すすにげ。げんあ。すすにげの、つねなる父や、窓を拭く。げんあ。きご、すすにげ。リタイアメントした身に、コロナ禍の、心身ともにフリーズドな状態が重なり、暦は無用で、こともなく今日が今日のまま、ただ消費されていく毎日なのだが、12月である。師走の声を聞くと、怠惰な生活者にとっても、年内に、という思いが出てくるから不思議である。我が家にも、私に課せられた年末の仕事がある。床の掃除に、ワックス掛けと、窓のガラス拭きである。ふと思うと、この大掃除に参加する父の記憶がない。当主として、それなりの年用意はあったのだろうが、単純な労働には、組みしなかったのである。父の使っていた大きな椅子が、そのままにある部屋の、窓拭きをしていたとき、そこに父の姿を見た。上手にすすにげをしていた父が今日はいて、窓を拭く私を見ている。コーヒー。コートは、すでに亡き父を言い、送った母を日という。一言で、抱えた状況を語り得るこの言葉を、ぜひ、記憶してほしい。時田源あ。